第一世代機。前面と背面、ライトロはライトフィールドカメラという後から焦点合わせができる写真を撮影できるカメラを一般消費者向けに開発、販売する企業及びそのブランドである。スタンフォード大学のライトフィールド撮影技術の研究者であったレンが2006年に米カリフォルニア州でリーフォーカスイメージングという名前で設立し、2011年、 春頃にライトロと解消した。第1号の製品は2011年10月に発売を発表し、2012年2月末から出荷された。続いて第2世代機エレムを発表、発売した。ライトフィールドカメラについての詳細は別説とする。同様ない種類似のメカニズムのライトフィールドカメラは、レイトリックスなど工業用カメラが他にもあるが、 一般消費者を対象とした製品を開発、広告、販売したのはライトロが初だった。映画撮影用のライトフィールドカメラで755メガピクセルのセンサーを備え、最高 300fps の高速度撮影に対応する。二つのカメラを使用して、遠近情報を持ったステレオ画像が生成できることは直感的に理解される。この原理を拡張し、 縦横に配置した多数のカメラ群を使用することで、より精密な三次元空間情報を持つデータを取得するのが、ライトフィールド技術である。撮影された生データの見かけは単なる、複眼写真であるが、これにライトフィールド理論による演算処理を行うことで、任意の位置にピントや視点を変えられる画像が生成される。複数のカメラ群の代わりに、一つの種レンズとセンサの間に、 複眼状のミニレンズ群を配置することで同様の効果を得ている。しかし、ミニレンズを増やすほど一つのミニレンズあたりのセンサ画素数が少なくなるというトレードオフがあり、1000万画素のセンサから得られる画像が100万ピクセル程度に止まっている。ライトロの他にも製品はあるが、一般消費者を対象とした製品を開発、広告、販売したのはライトロが初であった。 合唱が不要な画期的なカメラで即位機械さとしても使用できるため一時期は普及するかに見えたが実際には限定的な状態に止まりライトロ社は新規の開発を終了した。た多,多数。ありがとうございます。